なんか最近なんかマイクラが私もよく知らないんだけど、なんかモジャンゴアカウントをマイクロソフトアカウントに移行しなはれやみたいな時期があったんですよ。あったよね？モジャンモジャンモヤング、なんていうのあれ、モジャンボ あれなんていうの、モジャング モヤンね。あれモヤングって読むの？で、このなんかそのモジャング統合、マイクロソフトアカウントと統合みたいな時に、なんかマイクロソフトアカウントと統合したはずなんだけど、なんかログインできなくて、で、なんか違うアカウントでログインしてたんよね、スイちゃんが。あれそう、アカウント移行した時になんかうまくいってなかったのか知らないんだけど、なんか、でもね、移行できましたっていうメールは届いてたのね。メールと、確認してみたら、ここどこ？あそこか。だから、移行できてると思うんだけど、そのメールアドレスはアカウントありませんみたいなっていう表示が出ちゃって、意味がわからんってなって、で、運営さんに聞いても、ちょっと意味わからんみたいな 運営さんも意味わからんみたいな感じで、じゃあ意味わからんなってなって、じゃあもう新しいアカウントあるし、新しいアカウントでログインしようか思ったらさ、もうなんか名前がさ、全部使われててさ、水星、星町全部使われててさ、水星、ホロライブも使われててさ、水星、本物は空いてたの。だから水星、本物にさ。もしかしたらもうこのアカウント一生使っていくことになるかもしれない。いいんだろうか。